全人未到のシーズン、50本塁打、50盗塁を達成したドジャースの大谷翔平が地元ドジャースタジアムでのロッキーズ戦で球場入り。まさかの姿に米ファンも唖然としている。嘘だろあら、51から51、達成翌日の球場入り姿、写真あり、MLB の公式 X、旧ツイッター、が紹介した大屋の球場入りコーデは白のスウェット黒のパンツにビーチサンダル。 黒のキャップを後ろかぶりし、近所に散歩に出かけるような姿。爆笑の顔文字とともに、50から50クラブと作ったばかりとは思えないような姿で到着したとコメントしている。大家の飾り気のない姿に、嘘だろうあら、散歩スタイルかよ、これだから昌平が大好きなんだ、大谷は特に注目を集めたいとは思っていない。 普通に9時から17時まで働く人みたいに何気なく入ってきてるわらなど驚きのコメントが寄せられた。